オンライン授業を友達がいないことの免罪符にできるのでありがたいです。俺もそれ気持ちわかるわ。<laughs> オンライン授業ね、あの、いいなって思うのは、俺もね、引きこもりなんですよ、正直。あの今、ベラ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 喋ってますけれども、まあ、子供の時とか若い頃ね、大学1年生、ピッカピカの1年生になった時に、オリエンテーションってあるでしょ行こうってするじゃん。そしたらさ、みんなそうだったかもしれないけどさ、入試の後なわけじゃないですか。入試の合格発表3月でしょで、3月の後で4月になるでしょで、入学式でしょ気分は あるじゃないですかまあ今回はねあの1年生の方だったら入学式延期になって君たちもね2年生のほとんどの2年生だと思いますけれどもほとんどの方々が入学式ねあのまあ、行きたかったか行きたくないか人それぞれだと思うんですけどまあ、気分高まるじゃんよしこれで東北大学の学生だみたいな感じになるでしょ気分高まりすぎて行っちゃうんですよねでそれで行ったら疲れちゃうんですよで翌日だったかなオリエンテーションの時に僕ねまんまとね熱出したんですよそしたらさそのオリエンテーションに行ってる組でさ友達ができてんだよね <laughs> それであの何4月のこの第1週の授業を受けに行くじゃないですかそうしたらあれなんですよみんな友達クラスターができてるんですよで俺ぼっちなんですよでななんでみんな仲いいんだろうあれあ高校の同級生あ,あそっかうちあんまり進学校じゃなかったからそうだよな俺一人しかいないしなうーんみたいな感じになってたんですよねもうつらかったっすよね <laughs> その時はでもまあね友達いようがいまいが、まあ、やることは本当はね授業でございますので,で友達はね後で作れば大丈夫ですよ まあ、アルバイトもしづらいところもあるかもしれないですけどね、ぼっち授業やってましたよ、ずっと。あの友達は、僕はアルバイトとか、サークル活動とか全然できなかったんで、集団行動全然ダメなのでね、一人ぼっちが良かったんですけれどもで、一人ぼっちがいいとか言っときながら、なんかある程度、レポート問題とか終わって、時間にゆとりができると、気持ちにゆとりができて、あのー、遊びたいなーってなるんですよね。<laughs> まあそういった時にだ、このね、あのー、同じ同級生というか、そういうので、まあ、本当に仲のいい人ができたら嬉しいですよね。はい 対面授業よりも対面部活だからそういうことですよねあの授業は別に何だっていいんですよ大学に行く理由がまあ、大授業だっただけなんですよねでそこでやられることっていうのは部活だったりとかまあ、一緒にご飯食べたりするとかもそうかもしれないですね、えー、アルバイトかもしれないですけれどもまあ、やっぱり知り合いと友達と会う出会いをするとかそういったことなんだと思いますよねだからその機会が失われたことに関しては僕も悲しいなと思ってますのでまあ、こうやってねできることなら <laughs> 内部と外と先生とやり取りができればなと思いますけどもね。